ございます。高橋のセレクの青木ひなです。大谷セレクの松田雄太です。ニューディングセレクのピンクコロです。はい、アニメーション電気生来の道東北編始まりました。
特別企画です。今回お邪魔しましたアニメイト森山さんに感謝の気持ちを込めてアニメーター森山の良いところを20秒チャレンジ。私たちが順番にこのお店の良いところをできるだけたくさん紹介します。はい、それでは行きます。よーい、店内が涼しい。可愛いポップを飾ってくださった。あの駅からの距離が屋根もあってどんなお天気でも住んでくれる。入り口に中途半端のこのお知らせをブワーッとお貼っていただけた。初めてのことにも渡すことができた。入り口入ってすぐのところに大きい画面で私たちのを流してくれてた。あー終了。本当に温かく迎えていただきありがとうございます。マミーズ森山さんありがとうございました。10月に
たいと思います。アニメイト森岡さん、ありがとうございました。さて、ここからは特別企画です。今回お邪魔したアニメイト森岡さんに感謝の気持ちを込めて、森岡さんのいいところ20秒チャレンジ。はい、順番にこのお店のいいところできるだけたくさん紹介しちゃいます。はい、よーい、スタート。はい、出身岩手なんですか？って言うと、結構地元が岩手で来てくださる方がいる、うんうん、はい、このお店にいた方全員に名刺を出すことができた。はい、ここまで来るのは駅から来るまでにトンネルみたいなのが出てきてちょっと楽しかった確かに。はい、お客様も店員さんも優しい。さっきちゃんが色紙を買ってくださった。うん、店員さんにも名刺を渡せた。はい、イエーイ、イエーイありがとうございました。おはようございます。アニメイト全県制覇への道2日目始まりました。いや、昨日に引き続き東北にいるんですけれども、現在もう雲一つない青空ですね。めっちゃ晴れてる。とってもお天気が良いです。はい、私ね、昨日、うん、本当にたくさんの方が来てくださって、ね、4店舗って結構多かったんですけど、うんうん、回ることが無事できてよかったなって思います、ね。はい、私もね、なんかどのお店も長い間皆さん飯配りの時に並んでくださって嬉しかったので、今日もたくさんの人に会えたらいいなと思います。はい、はい、ということで今日アニメイト秋田さん、青森さんに行きます。はい、1日目もたくさんの人に名刺を届けに行きたいと思います。せーの、行ってきます。リンゴだけの自販機があったね。そうなんです。飲めるといいね。うん、いいね。
私リンゴが大好きで。あ、そうなの。そう、なんか買えるお菓子買いたいな。土産買いたいな。私これ